松山神社探訪、友近神社、稲荷神社の紹介をしていきます。友近神社、安城寺にある神社の紹介をしていきます。この友近神社は伊予分駅から三津浜駅の間、伊予分駅寄りにある神社です。車が入ってこれる道はなく、徒歩でのみ来れる道となっています。柚木城河野道直が友近忠義に分家の軍事を任命し、その軍事さんがいい政権をしたため、村々の方が忍んで友近忠義を祀った神社となっています。ご子孫の方は2020年現在ご存命となっています。創建に関しては諸説あります。手水舎本堂裏に書かれています。続いて稲荷神社の紹介です。稲荷神社は道後にある神社です。道後温泉駅から徒歩1分の神社になっています。本殿と道後温泉第4分登場があります。松平沖の神に仕えた河野家の大将村上喜助が日光社を訪れた際、京都の伏見稲荷から完成されて稲荷神社ができました。場所は転々としてきて、1909年にこの地に来ました。松山市に稲荷神社はたくさんありますが、町中にある神社となっています。松山神社探訪、友近神社と稲荷神社の紹介でした。